ま、いらっしゃいませ、定山食堂です。今日は近鉄大阪線二条駅から40分かけてここに来ました。遠かったね。遠かったな。この辺、ここを散策してご飯食べようと思います。はい、それでは行きましょう。はい、はい、先週のもう階段ばっかりよな。おおすごいね。わ、なこれ、何これ。なんかセットみたい。なんかパパスチロールみたい。わ、変な地形。ゴレンジャーとか。変な感じやな。日常の景色がさ、周りに見えてるから。うん。鼠径部が伸びるね。うん、西号、西号って防空号のことかな。でも絶対無理。何が洞窟？急に出てきた。嘘。あれじゃない？あれか。いや、めっちゃ嫌な感じやな。川口浩司は洞窟に入る。カメラマンと音響さんの後に入る。違う違う、こっちじゃない。うん、おお、やべえ。洞窟の中には白骨が転がる。あれやで、コンクリのブロック塀。これ防空壕？防空壕やね。だって西号って書いてたから。うん、ティーン。めっちゃ怖いねんけど。なあ、やっぱ怖いな。あ、でも結構人入った足跡があるね。うん、でも柔らかそうだね。なんか水溜まってたのかな、ほら。うん、そうだね。カリオストロの城やね。そうやな、ほんまやな。へえ、あっちも道になってんねや。あ、じゃあ、あの洞窟に繋がってんのかな。ああ、そうかもしれん。見て、こう、ドンズル号のあれやね、まさしく下側って感じ。うん、そうやな、石灰岩やな。落ちてんねんな、これ危ない。こっちも結構迷路っぽくなってる。うん、うん、ほら、うわぁ、うわ、まだまだある。分かれてるやん。うわ、すごいね。すごい。もうこれ映ってるかな、暗すぎるかな。うん、まあ、暗いと思うけど。うわ、すごい、なんかすごいで。あ、なんか光が見えるね。あ、これ出れんのかな。出れそう。風が流れてる。あ、うわぁ、うわぁ、すごいね。よ、すごい。ある探検隊。違う。道に戻りますよ。はいはい。なんか同じとこぐるぐる回ってた気分やな。なあ。うん。はい。ドンズル号154メートル山頂です。低いな。めっちゃ低いな。低いけどって感じ。見て。いいんじゃん。ほんまやな。なんかほんますごいとこにおるように見える。黒部の練習。怒られるで。黒部行く練習。今日のご飯は、はい、
はい、3分早茹でパスタ、はい、ママのやつね、そう、はい、とおいー何これバターと、はい、たらこと、はい、顆粒だしをこんな風に混ぜてあー、なるほどなるほど、で、冷凍庫に入れてきたもの、はい、へー、じゃあ持ってきやすいや、固形やから、なるほど、で、今日はたらこスパゲッティです、あー、いいねじゃあまずは枝を用意します、はい、あー、そういうことか、そうそう、お箸ができました、気を取り直してね、気を取り直してスパゲッティを茹でます、はい、混ぜます出汁が出るかもね、混ぜる用のやつも作ったよ、茹でます、あっという間に茹でありましたね、早いね、やっぱね、うんうん、そしてたらこ玉入れます、混ぜます、あ、いい香りするね、あ、ほんまや、明太フランスの素でもあるからさ、あー、うまいよな、明太フランスって、うまいよな、完成、おー、いい感じ、いい香りよね、うん、たらこ玉のたらこスパです、うまそう、うまそうね、あ、でもうまそう、うまそうやな、うん、こういう感じです、はい、うまそうじゃん、うまそうやな、うまい、うまい、うん、レトルトのと違って優しいお味で、あー、そうやね、うん、多分ね、うん、こっから出汁で、ね、あ、この端から、うん、端から出汁、うん、うまうまやな、うん、あっさりしてるよね、うん、うまい、はい、お、やっぱふわってくるね、ビアードパパのしっとりおいしいリングケーキ、ーショコラ味、うん、あ、おいしい、しっとりしてるよ、はい。なんか寒いし物悲しい。物悲しいな。下山しました。ああ、なんか下山っていうかこう回ってきたみたいな感じだね。え、手だってついたな。うん、うん。今日行ったところは、はい、ドンズルボルクニックカルフですお疲れ様でした、これをですね、はい、持ちやすい感じに加工します、はい、なんでこんなことやってんのやったっけ、え、なんでこんなことやってんのやったっけ、え、お待ち忘れたお箸忘れた、うせやん、お箸忘れたかも